Tooth。 これ使っちゃいけないやつだ。 Tooth は使っちゃいけないやつ、すいませんでした。はい、皆さんこんにちは。車の大事典カカカシノピーです。今回は大事なお知らせが3つあります。なので、まあ、何か洗車用品を紹介するっていうよりは、ただ単に大事なお知らせを3つ紹介する動画になります。ちょっとまあつまらないこともないと思うんだけど、本当まあ重要なお知らせなので最後まで見ていただけたら嬉しいなと思っております。そしたらまあ早速1個目、5月の上旬かな、車の大事典カカカのチャンネル登録者数が10万人を突破しました。本当皆さんありがとうございます。でまあ10万人突破して約1ヶ月、6月上旬ぐらいかな、これもうツイッターとかインスタとかに載せちゃってるので、まあ、知っている人もいると思うんですが、銀の盾が届きました。銀の盾、これね、よく見るやつ、じゃん。これはねちょっとさすがにね興奮した。これをね届いたっていうのをねちゃんとお知らせしないと。じゃ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 ん、銀の盾、絶対面白くないやつね。こちら銀の盾届きました。でまあこれはね視聴者様10万人の方がね車の大事典カカカを登録して僕がいただいた形になるので、もうほんとこの10万人の方すごくすごく感謝しております。で今後ももっと皆さんの期待に応えられるよう、まあ、自分らしく頑張っていくので、どうか応援のほどよろしくお願いします。こういうね報告動画みたいなの撮ったことないから若干緊張します。10万人突破、まあ節目ではないんだけど、まあ一つ目標にしていたところがあるので、これはねすごい嬉しかったです。10万人突破しました。で先ほど、まあ、インスタツイッターで、まあ、先にちょっと報告しましたって言ったんだけど、まあこの盾をねこう持った写真を撮らせていただきました。でその写真を使ってたっくんさんが送ってきてくれたんだけど、写真立派なこの額縁に入ってるんですよ。ほらこの写真をね送っていただきました。ありがたいね、本当にありがたいですよ。あと記念にこの10万人突破したこういうねスクリーンショット、これ10万人突破したのが朝のまあ4時ぐらいだったんだよね。なんかまあ4時まで起きて撮ってくれたスクリーンショット、これも額縁に入れて送っていただきました。たっくんさんありがとうございます。嬉しいですよ10万人、僕も嬉しいし皆さんも喜んでいただけてるのかな。あとはそうザイモールのワックス、これを、まあ、ちょっと前にサバゲ FF サレタロさんからいただきました。でちょっと前にポルシェの動画を上げて、でそのポルシェの動画をサバゲ FF サレタロさんが見てってくれたみたいで、ポルシェの専用のクーラントとあとブレーキフルートを、送っていただきました。ありがとうございます。すいません、なんかいつもで、このクーラントなんか1リッター入りのが2色、6本6リッターある、非常に助かります。ありがとうございます。まだ充填してないんだけど近々やろうかなと思っています。まず1つ目が、まあ、10万人突破しましたよというご報告で、2つ目、7月6日土曜日とあと7月7日日曜日に岐阜県にあるゼロマックス東海本店さんで展示&試乗会っていうねイベントが行われるみたいで、そこに車の大事典カカカシノピ私が行くことになりました。で、まあ、何をするのかそんなね決まってないんだけど、一応まあ車を1台用意して、まあ、ちょっと洗車かなんかをする感じになるのかな。あとはまあ来てくれた方と交流を深めたりちょっとお話をしたりみたいにしようかなと思っているので、もしよかったら足を運んでいただけたら嬉しいなと思っています。でその時に先ほどお見せした銀の盾、これをそのイベントに持っていくので、皆さんもしよかったらね手に取ってこんな感じでちょっと自撮りみたいなのを撮って映えするかもしれないので、まあ、SNS に載せるなりなんなりしちゃってください。シノピーはまあどうでもいいけどちょっと銀の盾興味あるなっていう方のためにねこの子連れて行きます。僕だけの力で撮ったものじゃないから、皆さんも YouTuber になりきってね写真を撮ってもらえたらいいかな。撮りたい人は撮ってください。とりあえずまあ7月6日と7日は岐阜のゼロマックス東海本店さんのイベントに出ます。これがまあ2つ目のご報告で、3つ目、10月6日読売ランドの特設会場でレッドブルボックスカートレース
というものが開催されます。これね CM でやってるから、まあ、知ってる人も多いんじゃないかな。で車の大辞典カカカがそのレッドブルボックスカートレースに参加することになりました。いや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 と思ってる方いると思うんですが、これがね本当なんですよ。5月か4月に今応募して、もう本当ついこの間参加出場権みたいのを得ましたみたいなメールが来て、サイト見たらしっかり載ってるんですよ。これが一応ねボックスカートレースの公式サイトなんだけども、この参加チームっていうところに、まあ、いろんなチームがあって40チームから50チームぐらいあるのかな。これをまあ次次ってこうやっていくと、じゃんここ車の大辞典カカカ、いや本当に出ることになりました。ありがとうございます。でまあこういう車にしますよっていうのをまあ一応提出しました。でまあこれじゃちょっとね分かりにくいと思うので、こちら実際に提出したもののイラスト、これはね書いてもらったんだけども、まずコンセプトはね、まあ YouTube で、まあ、その洗車用品だったり、まあ、車関係のことを紹介してるから、それにちなんだものがいいなということで、 YouTube のサムネイルを、まあ、4面、まあ、前から見ても横から見ても後ろから見てもこの反対側から見ても YouTube のサムネイルっぽい車を作ろうと、これを提出させていただいたらなんと審査が通ったと。でまあある程度、まあ、こういう風に作ろうっていうのは決まってるんだけども、まあ、まだまだねそんな具体的になっていないので、ここはこういう風にした方がいいんじゃないみたいな、まあ、何かあったらちょっとねコメント欄入れておいてもらいたいなと、まあ、この辺枠組みは何かパイプで作ったりして、でまあこの再生ボタン、この辺はね、まあ、アクリルとかにはちょっとするの大変なので、まあ、抜けてる感じにして、まあ、何かでこの辺のサムネイルのタイトルみたいなとかを吊り下げるにしようか、まあ、どうしようか、まあ、この辺の車も、まあ、ざっくりまあ車を描いただけで、まあ、そんなこの形になるかどうかも決まってない、まあ、決まってないっていうか、まあ、大体はもうこれでもうベースは決まってるんだけど、うまく作れるかどうかがちょっと心配なんだけど、ちょっと頑張ってやっていこうかなと。もちろんね僕一人の力じゃもうどうにもなんないので、まあ、たくさんの人に力を借りることになると思う。でこの作っていく工程なんかもなんか動画で公開できたらいいなと思っているので、まあ何かあったら皆さんちょっとコメント入れといてもらって、で今後にちょっと期待してもらえたらいいのかなと思います。といった感じで今回は3つの重要なお知らせのご報告でした。でまず1つ目は、まあ、チャンネル登録者10万人突破しました、ありがとうございますっていうのと、2つ目がゼロマックス東海本店で7月6日7日にイベントに出ますよと、なので皆さんよかったら足を運んでみてくださいとお願いします。で3つ目がレッドブルボックスカートレースに出ることになりました。10月6日読売ランド、車を作る工程もちょっと動画に上げたいと思ってるんだけど、間に合うのかどうか、まあ、そこら辺も心配だし、まあ、できる限りね全力で挑もうと思っているので、もしよかったら10月6日読売ランド見に来てくれたら嬉しいなと思っております。まあ、とりあえずねこんな感じで今回の動画は以上になります。今後の車の大辞典カカカが気になるなと思う方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。